こんにちは。今回はインセインエレベーターの実況をしていくよ。なんか頭が変だけど気にしないでね。最初のステージは誰かな？後ろ姿が見えたね。家の中に入っちゃったので探してみましょう。開かないや。わー、はい、出ました。グラニーですね。ゲームの名前もこのキャラの名前もグラニーなんだよね。これはミスターシュマートですね。次行きます。なんか洞窟みたいなところですね。松明とかないと何も見えない。SCP-666 っていうのを見つけたけど、そうなの？逃げろー。あ、そっちじゃないよ。エレベーター、次行きます。今度は部屋の中みたいだね。玄関からお客さんが来るらしいので待ちましょう。あ、もういる。シュール。しばらくお楽しみください。あ、そろそろ紹介しましょう。こいつはジェフザキラーですね。この画像のキャラらしいんだけど、同一人物に見えない。調べてみるとイケメン化されてました。元ネタは海外のホラー小説からです。次は屋外です。またあいつが来るよ。建物上へ登っていくよ。みんな松明持ってるから明るいね。屋上に着いたけど誰もいないね。この後ろから一面サクサクしてきてるのがやつです。はい、次。さっきの部屋からやつに異次元に呼ばれることがあるんですよ。なかなか動かないので遊んじゃいますね。ロボットアニマトロニックっていうみたい。ケースっていうゲームからかな。
殺しに来ているのは、エイリアンです。特に元ネタはないと思います。一般的な宇宙人の、グレーだよね。これは地下みたいだね。あ、なんかいた。かわいい。あ、やっぱかわいくねえや。これはレイクっていうみたい。細かいことはわかりませんでした。今度は地下の下水道みたい。
思ってたら来たー。ソニックです。元ネタはソニックシリーズの二次創作ゲームのソニックエグゼだそうです。怖いと言われた悪夢に。次はこれ、なんだと思う？4色のキャラクターが展示されてて、ヒーロー戦隊みたい。おや、なんか中に入ってる人が。関係者の方でしたか、そうですか。割れた後って攻撃してきたでもう一回。今度は青いやつに襲われた。わかりました。これはアマングアスに出てくるクルーだと思います。アマングアスって人狼ゲームみたいで、インポスターを当てるゲームみたいなんだけど、さっきは緑、今回は青がインポスターだったってことね。じゃこのまま追くね。続いてはなんかテレビがたくさんある部屋だね。消えたみたい。あ、見て。クナフからパペットかな。左がオリジナルだけど再現度高いね。このテレビって隠れられるの？ですね。
みんな大好きトレバー・ヘンダーソン氏の作品を原点とした都市伝説に登場する怪物です。会えて嬉しいです。時間切れなので、なんか炭鉱みたいなところですが、 BGM でピンとくる人もいるかも。いやー、びっくりした。こちらもトレバー・ヘンダーソン氏によって作られたキャラクターであるカープーンキャットです。名前の由来は1930年代の漫画の猫に似てるからなんだって。あっという間に終わってしまったのですが、いいよ。続いてはこちら、何が出てくるのかな。スレンダーマンです。元ネタはゲームじゃなくて都市伝説なんですね。やられた。はい、続いてはこの洞窟。あ、この BGM 超難しい。みたいな場所にハンマーがあります。何やら分からんけどキモい。公園ですね。とりあえず登っておきます。